日本で有数のチューリップの産地、富山県砺波市では球根祭りが開かれています。チューリップ球根祭りは150品種10万球の球根全品を通常より2割ほど安く買えるとあって毎年人気のイベントです。会場では品評会で上位に入賞して皇室にも献上している限定セットや130球が入った福箱など産地ならではの球根が並びました。またチューリップの寄せ植え体験も行われました。担当者によりますと、チューリップの球根と一緒にビオラなどを寄せ植えすると水やりを忘れずに球根の発芽率も高まるそうです。来年の春にどういう風景が見えるかなっていうので選びました。綺麗で大きくて確実にの綺麗な花が咲くので絶対にここで買ってます。確実にここに来ていろいろ選んで春を楽しむっていう感じです。祭りは9日まで開かれています。